はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年5月9日月曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、えー、ゴールデンウィークが終わってしまいましたね。えー、憂鬱な日がまたやってきたかと思うとですね、なかなか職場に向かうのもしんどくなるという人も多いんじゃないでしょうか。 あの現役のね教員をしてた頃はですねこの連休明けっていうのがね割とですね え大事な日になっておりまして、まあ、5月病というんですかね、えー、長血気味というかですね、学校に向かうのがちょっと奥になる時期というのが、この連休明けなんですで連休明けで、まあ、連休明けにのホームルーム、朝のホームルームはですね、ちょっと緊張しますね、ちょっと休みが多いんじゃないかとかね、そういう心配な時期になってくるんですけども、まあ、生徒に限らずね、まあ、大人もちょっと行くのめんどくさいですからね、連休明けってね、うん、でもまあ、切り替えてやっていくわけ、やっていかなければならないと。 いう感じなんですけども、も、えー、このね。連休中にですね。私、あのまあ、庭のまあ、水やり、まあ、あの木々を植えてるんですけど、その水やりをしてた時にですね。水をやり終わって、じゃあ家の中入ろうかなと思った時にあれなんかほっぺた痒いなと思ってですね、まあ。ポリポリしてみたら案の定ね。蚊に刺されてたんですね。 ああ、もう、蚊の時期になってきたのかと。いつの間にかですね、季節は春から夏に向けてという感じを、その時にね、季節感を感じたんですけども、まあ、蚊ですね、まあ、 まあ、蚊が嫌いな方ね、たくさんいると思うんですけどもね、なんで血吸うねみたいなね、えー、ことを思うかもしれませんけどもね、今日はそのね、蚊についてお話したいと思いますけども、えー、普段ですね、蚊は、あの、植物の甘い汁を吸っていますので、まあ、血は吸わないんですけども、なぜ血を吸うかというとですね、蚊のメスが血を吸います。で、なぜ血を吸うかというとですね、 哺乳類の血に含まれるタンパク質が必要で、まあ、卵を産むっていうことはそれだけエネルギーが必要ですから、エネルギー必要だからエネルギーに、えー、そのエネルギーに見合った豊富な餌が必要ということで、哺乳類の血を吸うわけですね。でこの吸うときに、いろんなね、工夫がなされてるわけなんですよ、実は。はい。で、この血を吸う、まあ、口ですね。それをまあ、興奮って言うんですけど、口先のことね。えー、この興奮を お皮膚に刺してですね、まあ血を吸いますよね。で、血って、えっ、ー、と、外に出たら固まるじゃないですか。でもしも、そのまま吸い込んじゃうとですね、血が固まっていって、自分の体内に入った時にその血が固まっちゃうとですね、自分が死んじゃうことになるので、固まりにくくするために、こう、唾液をね、刺して混ぜるわけなんですよ。まあ、その唾液が体内に残るとアレルギー反応を起こして、 かゆみの原因になるんですけども、要は口が固まらないようにするために、まあ、唾液を混ぜて、唾液と一緒にまあ吸い込むんですけど、最終的にはね。うん。その唾液が固まらないようにする物質が入っております。で、さらにですね、刺した時に痛かったら気づかれるじゃないですか。まあ、大抵気づく人もいる,いると思うけどね。その最小限に痛みがないように、その興奮の、その要は、あの、 あのー、口先、ね、が実はギザギザしてるんですねでまあ先端は尖って鋭利なんだけどその先端から、えー、その体内側に向かってギザギザしてるんですねでそのままブスッて刺しちゃうと痛みがあってわかるからギザギザがあることによって刺したやつの細胞が壊れないようにするために 口先がギザギザねっ甲ねギザギザしてるわけなんですねそれがまあその細胞と細胞の隙間に入り込まないようにうまく痛みがないような工夫がなされてるわけなんですねはいえーそのじゃあその痛みが少ない針ギザギザがついているその痛みが少ないっていうのをまあ逆手にとってっていうかねもうこの蚊の興奮からヒントを得て じゃあ、これ、注射針に使えるんじゃないということを、蚊の興奮をヒントに作られた注射針があるんですね。要は、痛みが少ない注射針を蚊の興奮の形から、まあ、インスパイアされて作ったっていう企業があるんですね。まあ、医療機器メーカーカのですねライトニック ともうまさしくね、もうライトニックスで検索してみてください。えー、蚊の興奮と同じようにギザギザした、えー、注射針を開発したんですね。で、さらにさらにすごいことに、大体、針って金属でできてるじゃないですか。大体の注射針は金属でできてるんだけど、 このライトニックスが、えー、開発した注射針はですね、植物性のでんぷんの樹脂でできているのであの、自然界に戻すことができるっていうね、えー、エコな注射針というのを開発した。形は蚊の興奮からヒントを得て、 ギザギザしてると。要は細胞を壊しにくいギザギザした形をしているし、さらにデンプンで作られているから、自然界に返しても OK ということでね、この素晴らしいね、注射針を蚊の興奮からヒントに作られたということでですね、もうこの注射針があればもう実用化もされておりますのでね、もしかしたら皆さんが売ってるその予防接種は実はライトニックス製の 注注射射針針で痛みが少ない注射針かもしれませんよということでね、酵素で注射嫌いの子供も減りましてね、もうウィンウィンですよね。えー、別に体内の中に戻ってしまっても、でもそんなことないと思うけどね、えー、分解しやすいものになってますから。ということでですね、えー、まあ、ニックカーかもしれませんけども、そのカのー痛みが少ないというのをヒントに得て注射針にもなっていると。 いうですね、この生物の性質を利用したいろんなね、便利なものっていうのはたくさんありますからね、そういったものをまた紹介していきたいと思いますということでね、えー、これから蚊が増えてきます。でもね、最近ね、日本の夏って、ね、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。まあまあ、人口も集中しているし、狭いところに集まってるしね。 で、まあ、冷房とかも使うから、そのエアコンとかの熱もありますから、夏場って意外に刺されなくないですかまあ、35度を気温を超えるとですね、えー、蚊の方も暑すぎて無理って言うてね、あのー、あのー、変温動物ですから、暑すぎると、もう逆にもうなんかもう活動を停止しちゃうらしいので、 なので今は春先、春今のこの時期とか、あと秋口の方がね、蚊に刺される人多いですからね。えー、まあ蚊が動きやすい、えー、気温になりますから。まあ、夏場は逆に真、まあ、夏真っ盛りのイメージあるかもしれないけど、暑すぎて今はあんま動き、動いてないらしいですよ。うん、ということで。えー、まあ蚊の対策もこれから必要になってくるなということで。 えーまあ、季節は巡りますねということで今日は蚊のお話をいたしましたということで今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さようならバイバイ